今回はあなたの動画の再生回数が上がらない少ない理由というのをこの動画の撮り方っていうところで、ポイントを当ててお話していきたいと思います。まずはですね、まあ、大体 1,2,3 大体10個ぐらい理由あります。私がですね、まあ、私もともと15年ぐらいずっとテレビ関係の仕事をしたりして、一応映像の撮り方というものは分かっているつもりですし、様々な YouTube の動画を見て、やはりその再生回数が伸びていく方の動画だったりとか、全然上がらない動画、まあ、やっぱりその撮り方の上手い下手ですよね。そういうところも私なりに分析した結果というのをお話していきます。まずですね、遠い。はい、今ですね、大体ですね、動画のベストサイズっていうのは画面の3分の1ぐらいに自分の姿が入るというのが、実はその、まあ、テレビでいうと理想的なサイズなんですね。だから例えばニュースキャスターとかだとこんな感じで撮ってる人いますよね。こんな感じでね、はい、大体画面の3分の1というのがあります。で、私の場合はこうやって文字を出したりしますので、こっちに寄せていますけど、大体ですね、皆さんも見てるとやっぱり人気のある YouTuber って大体これぐらいと思うんですよ。胸の上ぐらいからなかなかですね、こうやって全身撮ってる人っていないんですよね。やはりですね、遠いとそのカメラのマイクにも音入りませんし、まあ、やっぱり顔がわからない。やっぱり YouTube っていうのは、ね、顔を見せてなんぼっていうところもあるので、顔が見えないっていうところがありますね。そして、理由2つ目。2つ目はですね、近い。要するにこれぐらい喋ってますよね。画面いっぱいでこれぐらい喋ってる人いますよね。こんな映像ですね、結構圧迫感あります。はい。女性なら私も男性がですね、いい年した男がこんなところで喋ってて、やっぱり緊張しますよね。ね、はい。なので、まず近い。近いのは何かというと、まあ、言ってしまえば気持ち悪い。はい。まあ、圧迫感があるんですよね。はい。よく自撮りなんかで、まあ、これぐらいのなんかで、はい、こんにちは、なんとかなんとかですって喋っていますけど、これ結構圧迫感あるので、そういう意味でも先ほど言った全体の3分の1が自分が入るように。はい。大体ですね、この、まあ、おっぱいというか胸。ここが、入るか入らないかぐらいというのがやはりね、ちょうどいいと思います。これよく、専門用語でバストアップなんて言いますけどね、まあ、こういうサイズで撮ってみていかがでしょうかと。そして3つ目はですね、カメラが高い。はい、どういうことかというと、要するにカメラを上から撮ってるんですね、こうやってね、ね、これなんでかというと、上から撮るとですね、要するにお客様からしたら、見下ろす形で撮るので非常にですね、自信なさげに見えます。はい、女の子だけですね、こうやって上目遣いして上から見下ろし方で撮っていいのは。なので大体お客さん、まあ、視聴者の目線に合わせるっていうのがいいと思います。で、中にはですね、人気の YouTuber なんか見てるとちょっと低めにね、やってる人もいますけど、まあ、お仕事で使う、ビジネスとして使うたりとか、一番無難なところとか、やっぱりこうやって目線合わせるのがいいですね。今ですと私の目線のちょうど先にカメラのレンズがあるようになっています。ということで、3つ目はカメラがちょっと高いんじゃないかなっていうところですね。そしてこの4つ目はですね、この逆です。これものすごいです。見下ろし型カメラが低い。これですね、おそらく三脚なんかが、100円ショップで買ったちっちゃいのをテーブルに置いて、もうなんですかね、これでいいやっていう感じで撮ってると思うんですよ、ね、そうするとどうしても顔を撮らなきゃいけないので、カメラってやっぱ上向きますよね。そうすると必然的に視聴者からしたら見下されているっていう感じになりますよね。これ何かというと、やはり威張ってるように感じるんですね。はい、たまに資料の方とか、まあ、普通の YouTuber の方でもいますけど、中には例えば地面に座ってあぐらをかいて、その床にカメラを置くから、ものすごいこれぐらいの感じで見上げてる人いますよね。はい、こんにちはってね。はい、でこれはですね、やっぱりいい気持ちじゃないですよね。はい、ちょっとやっぱりこの圧迫感があるというか、威張っているので、はい。なので、やはりさっきも言ったように、この目線に合わせるカメラというのは、角度が高すぎても低すぎてもダメなので、こうやって目線に合わせていくっていうのが一番無難なので、まあ、ぜひですね、この、遠い、近い、高い、低い、まずここをですね、ニュートラルなことでやってみましょう。はい。でですね、もう一個、もう一つはですね、よくいるんですけど、なぜか手持ちで撮ってるというね、こうやって、いますよね。はい、こんにちはって。これがですね、街をブラブラ歩きながら、その旅行用の動画ならいいんですよ。これ室内で撮ってて、頑張ってこうスマホなんかでこう両手でこうやって撮ってる人いるんですね。はい、まずですね、ブレブレなので、素人が撮るとブレブレになるので、これものすごく見づらくなるので、ぜひやめてください。はい、はい、こんなこと続けていると再生回数どんどん落ちていきます。はい、なので必ず三脚なりカメラを固定する。で、三脚をやるんであれば100均のちっちゃいものじゃなくて、きっちりとした電気屋さんとか
などで買ったら、まあ4000円とか5000円ぐらいですね。ビデオカメラ用のしっかりとした、まあ1メーター50ぐらいまで伸びる三脚っていうのをきちんと用意して、あの高さを調整して撮ってください。はい、そしてですね、6つ目の再生回数が低い理由というのは暗い、はい、暗いという理由があります。これですね、普通のビデオカメラとかスマートフォンなんかで撮っている方はあのこういう問題が起きたりしています。っていうのは、室内の明かりと、一般的なスマホとかビデオカメラだとやはり明るさっていうものが足りないんですよね。今これ結構綺麗に撮れてますね。これ実はですね、こうやって照明、おお照明使ってます。照明使って、これ照明消すとこうなります。こうするとちょっと影出るんですよね。はい、ちょっと暗いですよね。まあ見れなくはないですけど、もしこういう映像の色の YouTuber っていないですよね。なんで結構照明とか明るさを上げるっていうのは、実は YouTube の中ではとても重要なことです。もちろんテレビで見てる映像でもそうですね。かなり暗い映像って少ないと思うんですよ。ドキュメンタリー番組ならまだしも、あのちゃんとスタジオで撮るとかニュース番組とかきちんと場所を固定して撮っているものに関しては必ず照明を焚いて人間の顔っていうのを綺麗に見せています。多分テレビ見てると、あのよほどの演出の中にこうやって顔に影が出ることってないと思うんですよね。はい、なので、再生回数が上がらない6つ目の理由としましては、まず暗い、そしてね、まだあります、7つ目。はい、7つ目はですね、声が小さい。はい、これものすごく多いです。これ家で撮ってるのか、お父さんお母さんを気にしているのか、それとも恥ずかしいのかわからないんですけど、すごくちっちゃいです。はい、こんにちは、今日はですねこういうことをやっていきたいと思いますとかね、はい、こんにちは、なんとかですとか、すごくねテンションが低いんですよ。はい、これ見ててね、あのすごくねイライラするというか、ちょっと楽しくないです。はい、多分テレビ出てる人ってみんな明るく喋ってるんですよ。で、暗く喋ると何が悪いかというと、そもそも声のトーンが低いとか、テンポが遅い、テンションが低いと何が悪いかというと、元気がなく見える、で自信がなく見えるので、あなたが喋っていることっていうものに信憑性が出てきません、信頼性が。なので、もしお仕事で使う、もしくは例えば何か商品のレビューですよね、スマホを紹介しますとかいうのにしても、やはり元気に喋らないことには伝わらないんですね。はい、でもし編集の段階で音量上げればいいやと思いきやですね、実は小さい声を大きくしたところで、それはね大きくなった小さい声なんですよ。はい、でちゃんと喋るんであればお腹から声を出して、でポイントはですね、自分と今僕実はこれカメラの距離って30センチぐらいなんですよ。でついついカメラがあるとカメラの向かってしか喋らないので、ついつい30センチの会話の距離になってしまうんですね。そういうことは考えずに、まずは1メーターとか2メーター向こうにいる、このモニターの向こう、カメラの向こうにいるであろう視聴者の人に向けて喋るっていうことがとても大事になってきますので、ちょっと声に自信がないとかテンション低いかなって自分で考えてる人は、ちょっと頑張って元気よく出してみましょう。結構ね、元気よく喋ってテンポを良くすることで、映像、動画のイメージって明るくなるので、そういうところで改善できます。さあ、そしてですね、次はですね、BGM が大きい。これ8つ目ですね、8つ目。BGM が大きいなんですけど、これですね、一言で言えば、なぜチェックしないっていうね。はい。動画作りますよね。アップするときにチェックしてほしいんですよ。そうすると、もちろんスピーカーの段階で、ちょっと BGM 大きくて自分の声聞こえないかなって、絶対気づくはずなんですよ。っていうのは、BGM の役目って、こうやって喋ってる間で、この間ですよね、ここを埋めていくために音楽があったりするので、ですね、こういう間ね、埋めたりするためにあるので、例えば編集段階でっていうこの間を切っていくとか、BGM をうっすら流すっていうだけで、随分とねリズム変わりますので、BGM に関してもなかなか考えてる人いないと思うんですけど、きちんとね BGM の大きさだったりとかチョイスっていうのもしっかりしながら動画を作っていくようにしてください。そしてですね、9つ目、はい、まだあります。なんか今見たらね10個以上あります。9つ目はですね、全然動いていないっていうことです。っていうのは、例えばよくあるのは、始業の方なんかがこうやってカメラ正面座って、はい、こんにちは、なんとかなんとかのなんとかです、もうずっとこのままです、手線も動かさない、はい、身振り手振りがないね、こんなの静止画と一緒です。はい、なので動画ってやっぱ動いてなんぼなので、もし、こうやって私みたいにノウハウを伝える系の動画だったりして、やっぱりちょっと手を動かすとか、やっぱ表情豊かに
体を動かしながらちょっとプレゼンテーションをイメージして動く。これだけでやっぱり変わります。やっぱ動いてないと見ててやっぱつまりませんですよね。ジャパネット高田の動画とか想像してみると分かるんですけど、やっぱりあれは動いているから楽しく見えるし、どんどん引きつけられるんですよね。やっぱりこの何人がないにしろ動きっていうものを入れるだけでも随分視聴者の目線ってやっぱ集中が変わります。でどうしても手が恥ずかしいっていう人はちょっとこうやってホワイトボードなんかをこうやってね置いて、ここに物を書いていくね、もう何でもいいです。例えば声が小さいって声が小さいって書くだけでもいいです。これだけでも結構ね、お客さんの目の引き方って変わるので、なんとかしてこう動画見てほしいなっていう人はこうやってホワイトボードを使うっていうのもいいのかなと。はいですね。はい、そして次はですね、表情が普通すぎる。はい、これ10個目、表情が普通すぎる。さっきの全然動かないっていうのと割と似てるんですけど、表情は仏頂面なんですよね。すごい真面目で緊張してるのがちょっと怖そうなんですよね。はい、で目がちょっと泳ぐね、みたいなね、はい、これ自信なさげですよね。まずこんな喋り方してる人テレビで見たことない。なのでここはもう自信を持って、表情豊かに、笑顔とかちょっと悲しんだり怒ったりっていうところもこう表情豊かに出しながら動画っていうのを作っていくように、そして喋るようにしてみましょう。そしてですね、次が、11個目、これですね、とかあーとか言い過ぎですね。私も人のこと言えないんですけど、例えばこれがって言って、これもほとんど喋ってないんですよ今これ。はい、こんにちは、動画集客チャンネルです。で今日はですね、これがでこうね、こういう風で、ってこういう人いますよね、たまにね。これって今正味、今日はこれを喋りますしか言ってないんですよ。たったより5秒ぐらいです。これ今15秒ぐらいかけてるわけなんですよね。こういうのは どうしたらいいか言うのはしょうがないですよ。じゃあ編集で切りましょうって話です。はい、今だと日本のトップクラスの YouTuber のはじめ社長さんいますよね。ちょっと彼の動画見てみると分かるんですけど、あの音が A とかもう全部切ってます。それどころかトップ10にいる YouTuber、上位にいる YouTuber っていうのはみんなこれやってます。とか A とかいうの切ってます。だから息継ぎはちょっと変なんですよね。はい、どうもみんなこんにちは、はい、今日はこれをやります、うん、どうかなみたいな感じですごくテンポね詰めてるんですよね。これで何がいいかというと、実はですね、とか とか言ってるこの瞬間に見てる人っていうのはつまらないなと思って動画を見るのをやめてしまいます。はい、いろいろ私ですね、動画の視聴の時間離脱ですね、見なくなるっていうのをいろいろ研究したら、このとか とか間延びとかつまらない時に一番離脱されます。そこまで例えば10分の動画でどんなに面白くても5分間ずっと見てきても途中でとかとかすごい、テンポが悪くなる、この瞬間に動画を見てる人って離れます。なので、どういうことが必要かというと、さっき言ったはじめ社長さんみたいに、とか とかその間延びしてるここ部分、いらない部分、何も喋ってない部分を切っていくんですね。はい、っていうこういう風にするとずいぶん変わります。でそれをしちゃうと多分5分だった、今までは5分だった動画が2分とかに縮まるかもしれません。なんですけど、これは離脱を途中でやめたって見るのをやめる人を減らすためにとても重要なことなので、まずは例えばトークを磨いて、とかいうのを気にさせないようなトークにする、もしくはそれができないのであれば、はい、編集で切る、はい、っていうことですね。そして最後の12個目は変な効果を使いすぎっていうことですね。これどういうことかというと、たまにですね、動画と動画のこう切り替えありますよね、つなぎ目にトランジションつって、こういろんな効果をつけたりするんですよ、ね、例えばよくあるのは、最初と最後の次の動画がじわっと変わっていくと、結婚式のプロフィールビデオの写真なんかでよくあるようにじわっと変わっていくとか、あとはこの画面の奥からプルルルルってこうね、動画が飛んできて入れ替わるとか、もしくは右から左にやってきてこう押し出してストレッチして、こう画面が切り替わるとかあると思います。でこれ見てて面白いんですけど、これは自己満足です。はい、テレビを見ててほしいんですけど、多分ね1本でもいいので、バラエティ番組でも何でも、みんな自分が好きな番組見てもそうなんですけど、こういう効果ってほとんど使ってません。ドラマだったら一切使ってないと思います。使ってもこのじわって変わるとこぐらいで、基本的にドラマとかバラエティとかニュースって全部こうカットでパッ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 パって変わっていくんですよ。はい、きっとですね、例えば今多くのチャンネル登録者がいる人気の YouTuber なんかも効果って使っていません。はい、これなんでかって言ったら見てて疲れるし、見たいのはトークなので、あまりこの効果で目を引くってことは割とできないんですね。はい、これ本当にさっき言ったように自己満足になってしまうので、変な効果と使っても、例えばオープニングから自分がはいこにやって喋る瞬間とか終わりの時ですね、ここぐらいで使うぐらいがいいと思います。
ということで今回はあなたの動画の再生回数が低いっていう理由を動画の作り方っていうところで、お話しさせてもらいました。全部で12個あったので、できるところから一遍改善してみてください。